こんにちは。今回は好きな J リーガーの個人チャント1位から10位の発表です。前回の動画では11位から20位を発表しました。そちらも合わせてチェックしてください。それではスタートです。まずは10位です。日本を代表するキーパーのチャントです。原曲はダリオ G のカーニバル・ドゥ・パリス。1998年のフランスワールドカップの直前の時期に発売された名曲です。次は9位です。日本サッカー界のレジェンドです。まだまだ現役です。彼にはもう一つ有名なチャントがあります。岩田時代のチャントになります。どちらもとんでもなく有名なチャントです。すべての人に愛されるエンターテイナーです。次は8位です。北朝鮮代表でもプレーしたバンディエラです。サクオフに仙台から鳥栖に移籍しました。2004年から2019年まで仙台でプレーしています。長きにわたって10番を背負いました。次は7位です。新潟でも活躍した J リーグ屈指のキーパーです。シンプルなチャントで覚えやすいチャントです。ガンバのサポーターが歌うとド迫力です。次は6位です。去年の夏に欧州に渡った韓国代表のストライカーのチャントです。現在はフランスのボルドーでプレーしています。ガンバ時代はゴールを量産しました。こちらもシンプルなチャントです。ガンバの選手がたくさんランキングに入ってきました。次は5位です。J リーグ史に残る名チャントです。FC 東京時代のチャントです。原曲は荻野目洋子さんの恋してカリビアン。オリコンチャートでは最高24位なのでそこまで売れた曲ではありませんが、西武ライオンズの秋山浩二選手の応援歌に使われたことで有名になりました。その後、たくさんの J リーガーのチャントに用いられています。次は4位です。新潟時代のチャントになります。2014年から2017年まで新潟でプレーしました。横揺れをしながらサポーターは熱唱します。次は3位です。日本サッカー史上最高クラスの司令塔です。
またしてもガンバの選手がランクインしました。原曲はザ・ブルーハーツのリンダリンダです。1987年に発売された名曲です。次は2位です。この曲を聴くとファミコンのゲームを思い出す人は多いと思います。原曲はポパイ・ザ・セラーマンです。ポパイはアメリカで生まれた漫画です。ファミコンのゲームを思い出す人は多いでしょう。最後は1位です。2019年にバズったあのちゃんとです。あるセレッソサポーターの投稿がブームを作りました。中毒性の高いチャントと言われます。バックに映っているのはブルーノ・メンデスです。ランキングに入ったチャント以外にも名チャントはたくさんあります。あなたの好きなチャントは何ですか？コメント欄などで教えてください。動画は以上です。面白かった時は高評価ボタンを押してください。よろしくお願いします。